いらっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。さあ GTS で遊びましょう。でロードスターカップで第7戦が残っていたよね。なので、まあ、セッティングは前回と同じ、うん、あのだいぶパワーを上げてオーバーステア寄りにやんちゃにまあやんちゃっつってもね、最初と比べてっていうレベルであって全然従順な範囲だけれどもね、その状態で最後ちょっとこう味わって、で次のリーグ、うん、どれに出るのかを考えようか。でもやっぱりね、何度走ってもフロントタイヤの、 その縦のグリップの限界がね難しいね。あ、なかなかピシャッとねここっていう判断が、まあやっぱり音だからね、聞き分けなきゃいけないんだろうけど、なかなか癖つかないね自分にね。やっぱり横のグリップでも音は鳴るわけで、その限界を超えた、限界が近づいてきたらね、その音の違いがまだ分かんないんだよね。さあ直線のあと右だよね。さあどこでブレーキだ、ここ速いか、おお事故ってる事故ってる、大丈夫か。難しいね。その今みたいな本当に土直線の後だと、そのなんていうのかな、リアのブレークはね結構感じ取りやすいの僕にとって。うん、リアのブレークはね、車のヨーイングモーメントが変になるから、その車の姿勢からね、あ、きっとグリップ限界だなとかスライドしてんなっていうのは、あ、おお、ごめん、わかるんだけど。フロントだよね、フロントがすごくつかめない、まだ。うん、従順素晴らしく気持ちいい、本当意のままだねこの車はね。でパワーを上げてやんちゃになったとは言ってもまだまだ全然あの本当に従順だし、ね、本当に従順だよ、うん、楽しい、気持ちがいいぐらい従順。あとはあれだね、そのちょっとずつ乗る車のグレードというかね、パワーだったり運動性能っていうのを上げていって、どう自分が感じるかっていうのをちゃんと判断しないといけないね。分からんの、これひょっとしてさ、分かんないんだけど、そのブレーキング中にタイヤが鳴り始めたらもうスライドしてる、スライドっていうかロックしてる、そんなことないのかな。そうでもないな。で結構みんなやってね、コーナーの前半ですっ飛んでっちゃってんだよね。だから突っ込みすぎなんだよねなんか踏ん張れずにストーンって出てっちゃう人が結構多いけど、さあ次のコーナーも突っ込みやすいっちゃ突っ込みやすいから、どこでちょっと実験、この辺、してんだよな。でもなこれね、完璧にあのなんていうの、バンプでおかしくしちゃった今、うん、ね、あの縁石に変な乗り方しちゃってブレイクしちゃったね。そして大体2位のポジションの人ってこう抜かれるとものすごい勢いで追ってくるね。今後ろの人すごいもん。さあこの辺、もうちょっと突っ込めるな。
側にいる。ごめんなさい、見えてなかった。うん、従順だね。気持ちがいい車だ。ここまでやってやっとちょっと FR らしさを感じるね。これさ、あのコース内にパイロンが置いてあるじゃない。本当にこんなちゃんとしたコースにああいうパイロンって置いてあるのかな。多分ないよな。あ、そっか、オプションでパイロンオンとかにしてんだっけ。僕が覚えてない。オーケー、何にせよ楽しい。うん、何にせよ楽しい。さあ、というわけでロードスターカップが終了。次何でやろうか、何やろうかね。まあ、せっかくロードスター乗ったからさ、これはこれ、あ、参戦、あ、短いね。あ、そう、指定車両限定RX7 RX500 どうしようか、 FD か FC か。これすごいな。コスモはないの。よし、じゃあちょっと待って、じゃあちょっとマツダの、ディーラー行こうよ。これディーラーへのアクセスがちょっとめんどくさいな。まあ文句ばっかり言ってもしょうがない。マツダ、どこ行った、あれ、あ、あったごめんなさい。ロゴで探さなきゃダメだね。で、 FC か FD か。F で乗っとく？ちょっと極端な子に乗っとこうか、一回。ね。これで 1.3 リッターないんだもんね、この車ね。1.3 リッターぐらいだっけ、ちょうど。1380とかだっけ？違ったっけ？ね、ものすごい小さい排気量で、ものすごいしっかりした、ね、出力を出してくれる。燃費悪いけど。燃費が悪いという話を聞くばっかりだけど、ね、僕はこうロータリーエンジンの車をね、所有したことはないから、果たしてそのどこまで燃費が悪いのかっていうのはね、あんまり気にしないで生きてるけどね。よし、ゴー。軽自動車ほぼ全車種とかね、入れてくんないかな。まあ GT スポーツって言ってる限り無理なんだろうけどさ、ね、参戦だけど楽しんでいこうかね。参戦しかないからそんなにじっくり車いじってる場合でもないのか。それともあれか、あのこのあと FR カップみたいなのに出れば一応乗り続けられはするんだね。まあ、ひとまず一回乗ってみて、でタイヤはあのもしソフトを履いててもハードにしよう、ね、ロードスターの時の教訓でタイヤのグリップ低い方がいろいろ変化をね、限界を感じ取る行為はやりやすいからね。さて、首都高だ。でまたトラコン入ってるだろうからトラクションコントロールをオフにして、まあハードでいいね。でまあ一旦このまま、あら軽い車なのにこんなに硬くしてあるんだ。へえ。うん、まあこのまま行ってみよう。行くよ。さあ果たして、あー、いいビューだなこれ。こんな明るいのにライトつけてんだ。まあまあレースはね危ないから。あ、懐かしい。
これ別のゲーム、首都なんだっけ、峠か首都高バトルかでもビートとしたよね。しなかったっけ。おお。素直だね。すごくバランスがいい。うん。さあどっちから行く。こっちだな。おー、ちょっと待って、ごめん。あれ、タイヤのメーカー変わった？なんだろう、タイヤのメーカーが変わったように感じるな。なんだろう、なんだ、なんかね、タイヤのグリップの限界の超え方が、そのロードスター乗ってた時はより、ロードスター乗ってた時より小刻みに跳ねるようなグリップの抜け方に、こういうタイヤ乗ったことあるな。どこだ、どこのタイヤだっけな、これタイヤ。このタイヤだっけな、あのね、限界超えた時にあの粘るようにズリズリズリってこう滑るタイヤとね、その小刻みに跳ねるように滑るタイヤが僕経験上あってね、そういうタイプが今ね、なんか FD 乗った瞬間に小刻みに跳ねるように滑ってるような気がするのは、これ路面のせいかな。あ、路面のせいか。あ、そう、きっとあの赤いしましまのとこだと小刻みに跳ねるのかな。うん、存分に、オーバーステア寄りに感じますね。だからとりあえず今はこの車の予想通りに近い、まあ、実際乗ったことないから分かんないけど、ただ足回りが硬い割にはブニャブニャすんな。なんでだ、失敗した、こすっちゃった、もったいない。おほほ、君が1位か。うん、ちょっとリアのブレーキがブレーキング中早い気がするね。だからうーん、どうしようかな。そのどうしようかな、車高下げをまず。なんかね、バネ足回り硬いバネだった数字の割には妙にブワンブワンしますっていうのと、ブレーキングでねノーズダイブが激しい、うん、後ろがスポンって浮いて見えるので、もっともっと車高を下げて、もっともっと足を硬くしてみようかな。ね、ロールもピッチ、ロールは、うん、どうなんだろう、そうでもないのかな。その、うん、乗ってる感じだとバネはそんなに硬く、あーしましたもうヨレヨレ、バネはそんなに硬くないのにスタビライザーがすごいハードにこう設定されているかのような雰囲気だけ感じます、うん、なのでどうなるかをちゃんと見なきゃいけないんではあるけれど、あと例によってダンパーの戻りが早いように感じる。ほらすごい足回り柔らかく感じるの、なんでって、その割には、ね、ロールはそんなにしてないから、やっぱりおうおうおう、やっぱりあれだね、スタビライザーが硬いのかもしれないし、その割にバネが柔らかいのかもしれない、あるいは僕の操作が急なだけ、うん、ステアリングもブレーキもアクセルもね。うん、車高
下げない方がいいのかな。難しいね。まあ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 、いろいろやっていこう。楽しいかもしれない。あの、キレのあるいい車です。そもそもがね。よし、じゃあちょっと次回セッティングを少し見直して遊んでいこうね。はい、それじゃあ今夜もこの辺で大型犬がお送りしました。みんなまたね。バイバイ。